マックス・ローチ、1940年代のビバップ時代におけるモダンジャズドラミンクのパイオニアの一人。ジャズドラムとは、1910年代のデキシーランドジャズから1970年代のジャズロックフュージョニア、1980年代のラテンジャズまでにわたる様々なジャズスタイルで多楽器、主に各種のドラムとシンバルを含むドラムセットを演奏する技術である。 この種類の演奏を行う技法や楽器の用法は複数の時代を経て進化し、ジャズ一般やその中での個々のドラマーたちから影響を受けてきた。この演奏様式は発祥の地であるニューオーリンズばかりでなく、アメリカ合衆国の他の地域、西インド諸島、アフリカなどを含む世界の諸地域で形成されたものである。伝統的なヨーロッパ式の打楽器奏法とは異なる。 新しいジャンルの様々なリズムに容易に対応できる双方をジャズは必要とし、このためにジャズドラムの複合的なテクニックが生み出された。例えば、スイングジャズやビバップのように、ジャズの進化の各時代は、それぞれ独自のリズム様式を持つ傾向があり、ジャズドラムは20世紀を通して音楽と共に進化を続けた。時間と共に浮かび上がってきた傾向として、ビートの段階的な、 解放があった。しかし、より古いスタイルもまた後の時期まで続いた。どれか一つのスタイルが、他のものに完全にとって変わることもなく、またスタイルの間には、数々の相互影響があったため、これらの時期の境界ははっきりとはしていない。ジャズにおけるリズムや打楽器の用法は、ジャズの形式自身と同様に、様々な場所での幅広い文化的根拠によって、生まれたものであった。 これが起きた最初の機会はムーア人によるヨーロッパ侵攻であり、フランス、スペイン、そしてイクバクカはアフリカの文化が遭遇し、おそらくは文化的な情報の交換があった。ジャズを生み出したアフリカ音楽と雑多な混交のリズムの影響は深いものであったが、この影響は後になるまで現れてこない。アフリカ音楽とジャズは様々な中核的特質を共有するが、 その中でも最も顕著なのが即興演奏の重要性である。ジャズに現れるアフリカ音楽由来の器楽の特質としては、ピッチのない楽器を用いて音楽的なピッチもしくは肯定的な音色を作り出すこと、すべての楽器を用いて人間の声を真似ようとすること、リズム構造を他のリズム構造と重ね合わせること、時間の規則的な区分を2拍と3拍のグループに、 分割すること、楽曲全体を通じて、しばしばクラーベと呼ばれる反復的なリズムパターンを用いることなどがある。そのパターンとそれに伴う美学がジャズの世界ではしばしば店長に現れるので、この最後のものは特に重要である。クラーベアフリカの奴隷たちがカリブ海諸島、特にキューバへと連れて来られたという経緯のため、クラーベはカリブ音楽に 不可欠なものでもある。これらの文化のミュージシャンたちにとってクラーベはリズムを合わせ、また曲の中でどの拍にアクセントを置くかを決定するための道具として機能する。アフリカではクラーベは小説を3つの拍に分割したものに基づいて構成され、そのうち一部の拍のみが強調される。アフリカのものから派生したキューバのクラーベは2つの小説からできており、うち1つは3拍。 もう一つは二拍からなっている。二つの小説は三拍と二拍のどちらを先に演奏してもよく、それぞれ二から三、三から二と呼ばれる。この小さな柔軟性を別にすれば、クラーベの使用には数多くの非常に厳密な規則がある。ある曲がクラーベであるためには、協調のある音符は全てクラーベの拍に載っているか、さもなければ、クラーベの拍にある音符と均等にされなくてはならない。 曲のビートはどちらの小説が先となっているかによってオフビートとオンビートが入れ替わらなければならない。もしクラーベが本来オフであるが自然に解消される場合はその曲は依然としてクラーベであるとみなされる。ジャズバンドにおいては非常に早い段階からコンピングパターンとして知られるフレーズにクラーベの要素が含まれていた。コンピングコンピングという言葉はアカンパニーと コンプラメントから来ており、実際の音楽としては、他のミュージシャン、特にソロイストをサポートし、また、曲の応答や補強をするものである。チャールストンとして知られるフレーズは、クラーベのジャズにおける応用の一般的な例である。これは、キューバ由来のクラーベの一つである、ソンクラーベの2ビートの小説とほぼ同一のパターンである。クラーベをジャズへと投稿する。 もう一つの方法は曲をリズム的に書き換えてクラーベに対応させることである。このパターンの最も一般的に使われるバージョンを生み出したのはキューバの文化である。キューバの音楽と文化を作り出した環境はジャズを作り出した。それと非常によく似ていた。フランス、アフリカ、スペイン、そしてキューバ先住民の文化がすべてキューバにおいて結合され、 クラーベのみならず数多くのポピュラーな音楽形式が作り出された。クラーベはその中で比較的早期に生み出されたものであった。キューバの音楽はまたラテンジャズとして知られるジャズの一編集の発達にも影響した。ラテンジャズ初期のジャズピアニスト、作曲家であったジェリー・ロール・モートンは自分の曲や他のミュージシャンの曲における主に単語とハバネラからの影響に基づく スペイン風味に言及した。しかし同時に、キューバ出身のミュージシャンたちもまた、ラグタイムや、初期のジャズといった、アメリカのスタイルを耳にしていた。1940から50年代は、合衆国全土でのマンボダンスの大流行を受けてこの、新しいサブジャンルの発達が、頂点に達した時期であった。バンドリーダーのディジーガレスピーもまた、アフロキューバンのリズムを、 ビッグバンドに導入することで重要な寄与した。他のジャズジャンルの大部分で一般的なスイングした音符とは対照的にラテンジャズは外して均等な音符の組み合わせを使用することが特徴である。またクラーベの影響を強く受けており、作曲者はアフロキューバンを音楽の打楽器の働きについても理解する必要がある。各打楽器は論理的に互いと組み合わされねばならないのである。 アフロキューバンジャズという特定のジャンルは、カリブ海諸島全体や他の地域からというよりも、特にキューバの伝統的なリズムから影響を受けたものである。1889年メキシコのドラム校。フレデリック・レミントンが1800年代を呼びそれ、以前のアメリカの軍楽隊、特に古敵隊は、初期のジャズドラマーたちの技法と楽器の編成法の大きな源となった。 ベイビードッツやズティシングルトンといった影響力のあるプレイヤーたちは、軍楽隊の伝統的なグリップと軍楽隊の楽器を用い、短いパターン群から構成されるドラミングの標準であるルーディメンツによる軍楽隊古種の様式で演奏した。この音楽のリズム構成も、また初期及びそれ以降のジャズで重要となった。西洋の標識号とは直接対応しない。 流動的なスタイルであるアフリカの演奏美学とは大きく異なり、軍学隊により演奏される音楽は2拍子と3拍子の両方を持っていたとはいえ、厳密にテンポと拍子に収まるものであった。このグループに属するドラマーたちの機材は初期のドラムセットの発達に特に重要なものであった。シンバル、バスドラム、スネアドラムが全て用いられていたのである。 同時にバスドラムを演奏しながら、組にしたシンバルを押しつぶさせ合うことで音を弱める方法は今日のドラムセットの重要な部分である、ハイハットの由来となったものと思われる。軍楽の技法や楽器の編成法は、間違いなく初期のジャズとそのドラミングの要因となったが、ジャズのメロディと表紙の要素は、この時期のダンスバンドからたどる方が容易である。カドリーユの風刺が、 ジョージ・クルック・シャンクが黒人ドラマーたちは、古敵隊からその技術能力を獲得することができたが、1800年代のダンスバンドの技法の応用は、音楽的実験のためのさらに豊穣な下地となった。奴隷たちは主人たちの舞踏会で演奏させられるヨーロッパのダンス音楽を習得し、その中でも最も重要なのは、カドリーユと呼ばれるフランスのダンス音楽であり、これは、 ジャズと引いては、ジャズドラムに際立った影響を与えた。ミュージシャンたちはまた、ヨーロッパのレパートリーに加え、アフリカやカリブ海諸島を起源とするダンス音楽を演奏することもできた。そのようなダンスの一つが、今後であった。この新しい音楽の演者たちは彼ら自身の娯楽と、用途のための音楽もまた作り出したのである。オールドプランテーション。 奴隷の伝統のいくつかを描いているアメリカにおける奴隷たちは数々の音楽伝統を持っており、これらは合衆国の音楽、とりわけジャズにとって重要なものとなった。アフリカ音楽の中核的な特徴であるコールレスポンスの概念に基づく歌の即興である労働家はこうした伝統の一つであった。他にも様々な楽器の即興技法が用いられた労働を終えると、 これらの人々はタライや、その他の音楽用途では使われていなかったもので作った楽器もどきを演奏し、また自分の体を使ってリズムを演奏するパッティン重場も用いた音楽のひとときを持ったものであった。私的な場所以外で奴隷たちが自身の音楽を演奏することが許されていた。唯一の場所はコンゴスクウェアと呼ばれるニューオーリンズにある広場であった。 18世紀後半のコンゴスクエア。後世の創造図こうした演奏を許可するという決定は当時の都市行政としては非常に珍しいもので、他のすべての地域では奴隷の音楽演奏に関する極めて制限的な法律を制定しており、ニューオリンズでさえもアフリカ文化の他のすべての側面を原則的に禁止する法律を有していた。 ともあれ、アフリカ出身者たちは自身の伝統的音楽を演奏することができ。これは当時のニューオーリンズに存在した数多くの他の文化のサウンドと混交を始めたハイチ、ヨーロッパ、キューバ、アメリカ、その他の無数の小さな単位のそれらである。しかしながら、コンゴスクウェアで演奏していたのは革新と混交文化への新しい姿勢に通常、 結びつけられる若い世代のミュージシャンではなく、年老いたミュージシャンたちであった。彼らは太鼓をアフリカで作られたものとほとんど区別がつかぬやり方で演奏したが、そのオリズムは奴隷たちの祖国の歌のものとは若干違ったものとなっており、これは数世代にわたりアメリカに住んでいたためであったものであろう。コンゴスクウェアで演奏したミュージシャンたちには、カリブ海諸島出身者もまた多かった。 ニューオリンズにおいてコンゴスクウェアでの演奏が持った大規模な露出とその音楽と伝統的な西アフリカの歌との間に見出される違いからこの地はニューオリンズにおけるジャズ発祥の地とみなされているジャズに重大な影響を与えたもう一つのものはブルースでありこれは労働を祝うものである労働家とは正反対に 奴隷たちが日々経験する苦難を表現するものであった。この音楽的な着想もまたアフリカに由来するものであった。ブルースのリズム形式は後にジャズに現れてくる数多くの発展の基礎となった。ブルースで用いられるのはメロディ楽器と歌い手だけにほぼ限られていたが、その上感とリズムはとてつもなく重要なものであった。アメリカ音楽の他の無数の形式で見られる 交代するビートの生む鼓動と二分割の代わりに三分割に基づくシャッフルが二つの主要なリズム感である。初期のジャズ、とりわけドラミングとリズムの発達に影響を及ぼした最後のもののうちの一つはセカンドラインのドラミングであった。セカンドラインという言葉は早々の更新やマルディグラの祝賀で演奏するマーチングバンドの後にしばしば集まる。 文字通りの2列目のミュージシャンたちを指す。セカンドラインには、通常2種の主要な古種がいた、バスドラムとスネアドラムの奏者である。そこで演奏されるリムズは、必然的に即興的なものであったが、様々な機会に演奏されるものの間には類似性があり、ある種の一貫性を持つに至ったので、初期のジャズドラマーたちはこのスタイルに由来するパターンを、 他の様々なスタイルからの要素と同様に自分の演奏に取り入れることができた。ジャズが有名になる前は、ドラマーたちはしばしばラグタイムと呼ばれるスタイルで演奏しており、ここでジャズの不可欠なリズム特性であるシンコペーションが実際に用いられ始めた。シンコペーションはオフビートであることと同義であり、これはとりわけ音符の不均等な組み合わせで書かれたアフリカのリズムを 西洋の均等に分割された表紙の概念に当てはめた結果である。ラグタイムもまた黒人ミュージシャンが西洋の楽器を演奏することから生まれたスタイルの一つであり、この場合はピアノをアフリカのリズムで演奏したわけである。複数のカウベルを含む様々な付属品が含まれていた1921年のドラムセット最初期のジャズドラマーたちはその幅広い影響にして、 限られた引き出ししか持っていなかった。軍楽のルーディメンツと軍隊式のビートが基本的に彼らが自由に使えた唯一の技法であった。しかし演奏される個別の音楽に適応する必要があったので新しい技法とミュージシャンとしての能力が進化を始めた。用いられる主要な技法にロールがあり重要なパターンの一つは単純に一つ置きのビートをロールにするという ものであった。これが最初のライドパターンの一つであり、キューバ音楽でクラーベが果たしていたのと同様の機能を持つビートとなる一元のリズムとなっていった楽団の他のメンバーにとっての心のメトロノームである。ニューオリンズの第二世代のジャズドラマーの中で最も有名かつ重要な一人であるベイビー・ドッツは各コーラスの背後でドラマーが何か違ったものを演奏する。 重要性を強調した。ドッツのスタイルは、バンク・ジョンソンのような古い世代のジャズミュージシャンの一部からは、慌ただしすぎるともみなされていた。一定のリズム的なインプロビゼーションの下で、ドッツは、基本的な1、3のロールより、ほんのわずかだけ洗練された、パターン。しかしながら、今日のものとは逆であるだけで事実上同一のものである、パターンを演奏していた。 このリズムは次のようなものである、二つのスイングした八分音符、四分音符、そして最初の三つのビートの繰り返し。これらのパターンを別にすると、この時代のドラマーは全体としてはバンドの中で極めて小さな役割しか与えられていなかった。当時のバンドはアンサンブルに重きを置いており、最初期のジャズにおける他のすべての楽器と同様に、ドラマーは滅多にソロを取らなかった。 ソロを撮った時にも、その演奏は、個人的な表現というよりは、軍隊のミリタリーケーデンスのように聞こえるような、ものであった。例えば、不テ八8部音符の連続といった、他のリズム的なアイデアの大半は、ラグタイムとその後継者から来ていた。ソニーグリアとそのドラムセット。他の付属品に並んで、ティンパニが含まれているドラマーたちと、その演奏するリズムは、ラグタイムや、 その他もろもろのダンス曲を演奏するダンスバンドの伴奏として働いており、ジャズは後からやってくる。こうしたバンドでは、スネアドラム担当とバスドラム担当の二人のドラマーがいるのが普通であった。しかし、様々な要因から、結局はドラマーの数は一人へと削減され、このために打楽器奏者は複数の楽器を演奏する必要が生じ、そこでドラム Z が生まれた。 最初のドラムセットも、また軍楽のドラムから始まったが、後には幅広い音を作り出すため、また親味をアピールするために、様々な他の付属的な楽器が追加されていく。最も一般的な追加品としては、ウッドブロック、タムタム、カウベル、シンバルなどであったが、他にもドラマーが追加しようと思いついたありとあらゆるものが追加された。こうしたセットアップの有無。 音の特徴は、チャカチャカしたとでも言い表せるであろう。ほとんど響きのない物体をスティックが叩くノイズである。とはいえ、ドッツを含むドラマーたちは、演奏の大半を、バスドラムとスネアドラムに集中させていた。1920から30年代には、ジャズの黎明期が終わりつつあり、ジーン・クルーパー、チックウェップ、バディリッチといった、スイングドラマーたちが、 全世代の達人たちが敷いた基礎をもとに実験を始めた。しかしながら、こうしたドラマーたちによる技巧的な名人への披露は、もう少し後になると根底となる、リズム構造とジャズの美学の決定的な変化によって置き換えられていくことになる、ビバップと呼ばれる時代である。スイングの時代にも若干はあったものの、ビバップの時代に最も顕著に、ドラマーの役割は、 ほぼ純粋にテンポをキープするだけのものから、相互作用する音楽アンサンブルの一員へと進化を遂げた。以前の荒削りのものから、今日我々が知るスムースな流れるようなリズムへとジョージョーンズが変えた明確に定義されたライドパターンを基礎として標準化されたドラムセットとともに、ドラマーたちはコンピングのパターンや繊細な演奏を実験できるようになった。 こうした革新者の一人に、シド・キャトレットがいた。キャトレットの貢献としては、バスドラムを用いたコンピング、ビートの先頭での演奏単に伴奏するのではなく、ソロイストと共に演奏すること、メロディと繊細な音色を多く含む、自分自身のソロを演じること、演奏全体を通じて、ドラムを歌わせることなどがあった。ビバップの影響あるドラマーとしては、ケニー・クラークもおり、 彼はそれまでバスドラムで演奏されていた4ビートのパルスをライドシンバルへと切り替え、これは将来コンピングを前進させることになる。1950から60年代には今一度ドラマーたちはその表現の基礎を根底から変化させ始める。エルビン・ジョーンズはダウンビートとのインタビューでこの意向を自然なステップと言い表した。エルビン・ジョーンズこの時期にドラマーは ジャズグループの中で、総じてより影響力のある役割を担うようになり、またドラムをより表現力のある楽器へと解放し、アンサンブルの他の部分とより対等かつ相互作用のあるものへと変えていった。ビバップにおいては、コンピングとテンポの維持はドラマーに要求される二つの全く違ったものであったが、後にはこの二つは一つになった。この新たに発見された流動性は、 ドラマーの持つインプロビゼーションの能力を大きく広げた。かつては硬直したものであったパターンの変化を受け、この時期のジャズドラムの感覚は、ブロークン、タイムと呼ばれた。ライドパターンとハイハットの規則的なパルスはほぼ、一掃された。ジョン・コルトレインとマイルス・デイビスのに代表されるように、リズム体もまた新しい表紙とリズムの可能性を、探求していた。テンポの操作、つまり、 音楽自体を減速させたり加速させたりすることは以前のドラマーは決して試みなかったことであるがこの時代に急速に発展した複数のリズムを互いに重ね合わせて音楽に違ったテクスチャを作り出すことやフィーリングを変化させるために不規則な音符の組み合わせを用いることなどはそれまでの世代の堅苦しいドラミングでは決してできなかったものであるこの時期以降の楽曲は ドラマーの側にも高い三角と創造性を要求するものとなっている。ジョン・コルトレーン・カルテットのメンバーであったエルヴィン・ジョーンズは、コルトレーンの当時の曲が3つの回分割に基づいていたこともあり、3拍子のフィーリングに基づく新しいスタイルを発達させた。また、この新しいスタイルには、 リズムとハーモニーの双方でより広い余地があったので、一層の実験を簡単に行うことができた。ビバップでは極端に速いテンポや目まぐるしい、コード進行といった多くの側面が重荷となっていたが、そうしたものがなくなったのである。サニーマレージャーズドラムの歴史を通して、ビートとドラマーの演奏は徐々に流動的で、フリーなものとなってゆき、 前衛ジャズとフリージャズでこの流れはほぼ完遂された。サニー・マレーというドラマーがドラミングへのこの新しいアプローチの代表的な創造者である。ビートを演奏する代わりに、マレーはパルスの概念を取り巻いてそのインプロビゼーションを組み立て、楽器に内在する自然の音と、その音に内在する脈動を演奏した。マレーはまた彼のこのスタイルの創造が、 ピアニストのセシル・テイラーの曲で用いる新しい種類のドラミングの必要からのものであったとも語っている。ありがとうございます。